さんこんにちは、ヨミです。今回埼玉県行田市の成人式にやってきております。委員長の半田さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はピアノドッキリ in 成人式。今回はヨミさんに特別ゲストとして出演していただいて、思い出に残るサプライズになっていただければいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。成人式のステージに出演するんですけど、今回ゲストでこちらの方を呼んでおります。どうぞ。参上。友人のおうちんが20歳の当時成人式に浪人して出られなかったということで、今回どうしても見に行きたいということだったので、おうちんもやってきてますけど、またその格好上がる気なんだ。練習してきた、まあ、練習してきたなら大丈夫か。兄貴呼んできた。兄貴、ヤクのおうち、あれ友達マイキー君。成人式か。そういえば来年から成人年齢が18歳に引き下げられるみたいじゃねえか。俺今17だから俺も来年は成人だな。マイキー君、8歳も年齢さばやむのはちょっと無理やる。こちらの方々は俺が何かあったら兄貴が何とかしてくれるからや。そんなことより幼稚園、この後ケンジとお子様ランチ食べに行くんだけど、何とかする気なさそうだけど大丈夫マイキー君か。よろしく。では行ってみよう。 GO! 幼稚園はもう成人終わってんだから。いいでもないかはがきの書きだけでお座りください。実行委員の皆さんや、また関係学者の皆さんのおかげでこのように開くことができました。やめることは簡単なんです。その一つ一つの出会いが、そして記憶が深く感謝申し上げます。簡単ではございますが、ちょっと待たんけー。おい、西中出身のお兄ちだけど、俺が店に来たからよ。
ご成人おめでとうございます。演奏を楽しんでいただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。今回はここまで。バイバーイ。